ントレディオ、略してチョコレオ、声塾クラス生徒、中学2年生のキラです。中学2年生のナズナです。同じく中学2年生のカホです。この番組ではカルチャースクールレオの声塾クラスの生徒が中心となって小中高生の今をお届けします。はい、本日のトークテーマは体育祭です。イエーイメールの宛先は761@fmkoza.jp もしくは FM コザホームページのメッセージフォームからお願いします。ラジオネームも分かりやすく書いてくださいね。ツイキャスからメッセージも大歓迎です。イエーイ、 イエーイこの番組はカルチャースクールレオ、民宿レキオ、ダイニングコーの提供でお送りします。それではチョコレオ2年生4次元目、始まり始まり、イエーイ。記念日にぴったりのスペシャルコースもありますよ。チタン交差点から上向け 200m、 おしゃれな大人の空間、ダイニングコウ。辻にお茶を出されてよ、チャンスがや。おじさん大丈夫？民宿レキオがあるじゃん。月々35,000円で泊まれるってさ。民宿だから光熱費もないし、無線 LAN があるからインターネットもできるんだって。はや、安心、パソコン買わんとだね。そこ行くとこなければ民宿できよ。098-965-1682まで。チョコレオ隊員よ、略してチョコレオ。はいはい、はいはい、始まりました。始まったね始まったね。初の3人。そうだよ、初めてだよ、この3人。緊張する。ゆい先生外で見てるから余計緊張する。はい、ということで、まあ、今回のトークテーマは、まあ、中学2年生の3人だから、明日の体育祭ということですが。体育祭。練習大変だったよね。大変だよね。毎日放課後5時ぐらいまで残ってさ、超暑い中、そう、運動場でもうみんなダンスや空手やエーサーやいろいろね。体育祭前日にもう筋肉痛してるからね。そうなんだよ、筋肉痛。今日は湿布貼って寝ましょう。治る、それで治るよ、治る。意外と湿布効くんだよ。湿布さんに謝って。湿布さんに謝る。ごめんなさい。なんで体育祭だけど、はい、こっちダンスするじゃん。あ、そうだね、2年生女子は。ナズナがね、めっちゃ跳ねるの。そうなんだよ、身軽だからぴょんぴょん行くよ。身軽だから、自分で言うか、ま、自分で言うか、身軽って。身軽だよ。でもね、動きはね、ダンスは大きい方がうまく見えるから。そうだよ、カホやばいよね、キレやばいよ。でしょ、キレやばいでしょ。もう取れるんじゃないかっていうぐらい両腕をビンって言って。まあ、ナズナか3人と、あとリンもいるからね。ね、ね、ね、リンは練習中真面目に練習してるとこ見たことないけど。ナズナもかな。いや、ナズは頑張るよ。でも、あの、たまにね、斜め前にいるリンのところを見ると、いつもね、あの、棒立ちしてんのよ。あ、やだ。よし、じゃあ来週じゃない、明日だ。明日だよ。待って、伸ばさないで。はい、宮里中学校の体育祭、期待してくださいね。3年生はエーサー、2年生は女子がダンスで男子が空手。そうで、1年生も女子がダンスで男子が空手。イエス。1年合同だからね、ちょっと先輩後輩の絆がそう深まるかな。そうかな。皆さん暇があれば来てくれてもね、いいんですよ。誰や誰や上子の目線だな。来てくれても、来てくれると嬉しいな。ということで、はい、はい、体育祭じゃあ、体育祭7年ぶりですが、宮中はなんで7年ぶりになったの？ずっと文化祭じゃなかったっけ。なんか、あ、文化祭はやりたい人がやるみたいな感じだったよね。あ、年が、うん、今年の体育祭はなんか分かる、生徒会の先生が変わったから。そうだね、生徒会の先輩が、会長が、あの、文化祭と、そうそうそう、体育祭を復活させますみたいな感じで
復活しましたって感じなんだけど、ほうほう、久しぶりの体育祭なので目標を、目標か、そう、あ、じゃあ言い出しってのはナズナーから、あ、私、はい、じゃあよろしくお願いします。あ、じゃあナズから、はい、ナズの体育祭の目標はドゥルーバン、楽しく踊る、踊るだけ、踊るだけかい。リレーと綱、うん、引きじゃない、縄跳びは捨てました。捨てた。ダンスだけ真面目に楽しく踊ります。ダンスにかけるみたいな。ダンスにかける。そう、あのリレーは足遅いし、綱も跳べんし、ダンスだけは頑張ろうと思って。運動部じゃないもんね。そう、運動部じゃないからね。引きこもりだからね。引きこもりに走らせんなって話ですから。じゃあ次、運動部のキラーから。ちゃん。何かなじゃあ行くよ、はい、ドルーバン、自分はちょっと重要な役割の方にいるのが多いからきちんとこなす、お役割を真面目、ちゃんとなんかリレーの時は本当はライバルっぽい、うん、競ってる友達と当たってたのよ、でもあの今日編成させられて離れたんだよ、やっと戦えると思ったのに、ね、離れちゃったみたいな、残念でした。で、ダンスも、うんうん、ダンスリーダーなわけよ、あの、あ、教える、うんうん、先に覚えて、うん、で真ん中の前だわけ、あ、頑張って、うん、頑張る、頑張ろうね、お、大縄飛び、うん、飛びだ、飛び飛び飛び、プログラム、プログラムに無駄にかっこよく書かれてた、ロープバトル、ロープバトルが、綱バトルね、回す係なわけよ、あー、身長が高いからね、そうそうそう、だからナズナが引っかかったら綱でパチンと真面目にやるよ、いた真面目にやるよ、あれでもさっき縄跳び捨てたとかどうしたの、ピョンピョンピョン飛ぶから大丈夫、もうすごく身軽だもんね、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 なんだなんだこの向こうの圧力。じゃあはい、次カーホ、はいはい、行きます、行くよ、はい、ドゥルンドゥン、とにかく楽しむ、全項目をとにかく楽しむ、そう、あ、そっか、あ、まあ、なぜも全項目頑張るよ、頑張るよ、でもカーホは、うんうん、一つ一つに気合を入れてる感がやばいでしょ、おーちゃんね、でしょ、にじみ出てるよ、なお飛びとかやる気ないけども言っちゃったよ、あれまあまあまあ、こっちのクラスは勝つから、そうなんですよね、ナズとキーラーが6組で、ほーちゃんだけ2組っていう、カホどんまーい、2組の分まで言いますけど絶対勝つから、でも2組強いもんな、でしょ、まあまあ、強いけど、うん、本番に強いキーラーがいるから大丈夫、ごめん、2組めっちゃ本番に強いからという、まあ、戦いの真相は明日ぜひ来てくださいね、さい、まあ、体育祭も近いけど来週はハロウィンだよね、うん、ちょっとトリカトリお菓子がもらえる日だよ、そう、あのみんなで仮装してラジオにも出て、ね、気合いまんまで、来週は11時半からなんですよね、カホさん、そうなんですよね、なんか特別放送みたいな、そう、特別に11時半からになっております、 ね、忘れないでね、忘れないでください、ね、みんな仮装だぜ、かかみんな仮装だぜ、え、はい、ここでツイキャス来てます、ありがとうございます、沖縄大好きさん、いつもありがとうございます、ありがとうございます、 FM 子さん向かってるな、おありがとうございます、これ、あ、はいはい、これ受信トレイの、なんで言うのかな沖縄大好きさん、あ、ラジオネーム沖縄大好きさんありがとうございます、メールが来てます、はい、ありがとうございます、はい、チョコレオの皆さん、こんにちは、こんにちは、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、チョコレオネーム沖縄大好きです、イエーイ、いつもありがとうございます、今回のテーマは文化祭、そう、文化祭なんですよ、そうそうそう、みんなでね盛り上げて屋台作って、文化祭違うわではなく今回は文化祭ではなく、なく、はい、はい、テーマ体育祭、中学高校の体育祭はリレーや組体操がメインだったな、おお、組体操は小学校の頃だったね、やったね、リレーは未だにありますけどね、うわー、逆が良かったな、ね、中学校の頃の体育祭は曲に合わせて空手やったことあるよ、曲に合わせて、うちの男子はね、あのなぜか曲や BGM がないっていう、そうそう、ダーって言って全部やってますね、リーダーさんがえーっつって言ったらみんなでえーっつ、そうそうそう、ねえっつって言ったらね、みんなダンス、みんなダンスよりね空手の方がキレあると思うんだよね、うん、本当にそれで、これはどこまで普及型1、普及型2、
と呼ばれる空手の型をやったさ、やったさ。お、そうなんですか。なんか難しそう。難しそう、ね。女子たちは可愛いダンスを踊って、ランスって滑舌、ね、可愛いダンスを踊ってたさ。なぜなんかもね、可愛いダンスだよね。可愛い、超可愛い。まあね、超可愛い。もしかしたら超可愛いかもしれない。もしかしたら希望持ったよ、この人。超可愛いダンス。ね、超可愛いですよね、ゆう先生ね。ね、ね、塾長ね。ね、イエーイ。ね、ダメ。なんですか、お姉様方、美人のお姉様方、バッテンしちゃって。超可愛いですよね。イエーイ。悩んでるよ。話題戻そう、話題を。はい、部活動リレーも熱かったさ。リレーね、別の意味で熱いんだよ。部活動なんだね。部活対抗みたいなやつ面白い。どうしよう、ここに帰宅部2人いるけど。どうしよう、帰宅部。キラちゃん以外帰宅部だけど。まあね、運動部に任せます。はい、はい、運動部期待してるよ。期待してるよ。で、部活動のパフォーマンスも面白くて、当時僕がいたバスケ部は、うん、オレンジレンジのいけない太陽に合わせて踊ってた。あ、いけない太陽、なー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 。はいはいはい。いけないねが乗ってくれてる。で、みんな部活動対抗リレーどんな感じだったかな。では最後まで放送ちばりよ。ちばりよ。部活動対抗リレーはないよね。ないですね。ちゃんと読んで最後まで。PS まで。あ、はい。怖い怖い怖い。PS まで読んで。PS、仕事終わり、ナウ、お疲れ様です。お疲れ様です。これからは FM こそ向かいます。ありがとうございます。今度こそ間に合わせたいです。待ってます。待ってます。はい。はい。クラス、部活大、クラスで対抗して学年で競うリレーはあるけど、部活はないよね。部活動はないね。今年はないね。あ、でも帰宅部だから。ね、帰宅部だから、ね、帰宅部対抗リレーって完全にビリになる。帰宅部リレーから奇跡を起こすかもしれない。あ、そうだよ。だって3年の先輩方はもう卒業だから帰宅部でしょ。え、だってちょっと走っただけで筋肉痛になる帰宅部がここにいるんですよ。あー、同意。超同意。同意しちゃダメでしょ。運動部はもちろん ね、あの筋肉痛なんてしてないよね。絶賛筋肉痛ですけどね。あー、なるほど。あれ、おかしいな。お尻込みとかちゃんとしてる。何のことかな。これはサボってる様子だな。やってるやってる、ちゃんとやってる。おお、じゃあやっぱあれだよね、クラス対抗リレーも部活動の人が頑張るのを期待して、ね、帰宅部はナズナーたちも頑張った方がいいと思います。まあね、帰宅部っていう部活だからね。そうだよね、うん、あの早く帰るからいつも競争してるんだよね。そう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 、どこの道が早く帰れるのでしょうか。ツイキャスもたくさん来てるよ、コメ。じゃあ読んで。もうこれはこれはなんて読むのかな。これはゆきねーだよ、これは。ゆきねー、私だよ、私にやってる。3人はダンスするんだね、完璧に踊れるのかな。もちろんです、もちろんですよ、もちろんです。も期待しちゃってくださいよ、期待は。もう間違わないよ、全然。リーダー舐めないでね。完璧。本番忘れたりしてフラグ、フラグ立てないで、やめてください。回収しそう。建築しないで。ちょっとファイティンハートマーク、ありがとうございます。頑張ります。頑張るよ。頑張ります。ハートマーク。これも、ユッキーさん、ユッキーさん、これはユッキーねーねーですね。仮装プラス時間変更ですね。そうだね、そうなんですよ、時間変更。ハロウィン、はい、ハロウィン仮装。ユッキーねーねーはどんなにあるのかな。秘密ということなので、皆さん、来週欠かせないな。期待してて、ちょっと可愛いやつ。11時30分で塾長がやってます。11時、おしゃれな30分、おしゃれな11時30分、ゆっきねーねーの仮装を期待して。期待、皆さん11時30分ですよ。ハードル上げれないでくださいね。そう、11時30分。3と0もできないのかな、君は。指が立てられないっていう。沖縄大好きさん、はい、小学校の運動会でエイサーしたよ。あー、エイサーした。キラ大太鼓だった。大太鼓だった。身長的にも大太鼓なのかな。どやえ、こっちょっとチビにそんなこと。パーランク、めっちゃ地味。パーランク、いや、いいと思うけどな。パーランクね。ちょっと今年の体育祭3年生は踊り子の人もいるじゃないですか。手踊り。そう、手踊り、手踊り。踊り隊は小学校の頃もいたよ。うん、いたの？いたいた。ちょっとうちのところはいなくて。ほうほうほう。そうだから今年の踊りの先輩方を見て可愛いっていうのが一番楽しみにしてます。あ、美人大好き。りんちゃんもだったよね。りんも、うん、へえ、りんも踊り手、まあ、あえて踊り手には行かないけど、行
かなかったって。あんなね、ちょっと綺麗な浴衣着物ほちゃんには似合わないもんね。ひどいひどい。そうだよね。だよ似合わないよね。超かわいい、超かわいい。ほちゃん似合う、似合う、似合う。超かわいい。超かわいい。ゆきねねから、大丈夫かって来てます。超大丈夫ですよ。もう超大丈夫。あ、なんならゲストできますよ。首振ってる。遠慮。次次次次。はい。部活ゆっけね、筋肉痛は帰宅部の敵。それ、そうなんですよ。そうなんですよ。わかります。わかります。本当にそうなんです。みんなの敵。運動部は大丈夫だよ。鍛えてるからね。大丈夫だよ。やっぱ体育祭、あのね、一番きつかった練習って何がある？体育祭一番きつかった練習、そうだな、ダンスとか綱引きとかは楽しいじゃん。入隊場、うん、それリレーも一応楽しいっちゃ楽しいの。みんなで団結してやるから、うん、でも入隊場無駄に長いし、3回4回ずっとやらされるから、うん、きつかったね。あとあれかな、なんつうの、退場って言って、うんうん、駆け足で行くじゃん、うんうん、あれの駆け足が地味にきついんだよ。そうなんだよね。筋肉痛してるから地味になんか上がんないの、足が痛い。そうそうそう。でわっしょい聞こえないぞそことか言われて、うん、わっしょい、そう叫びながらわっしょいわっしょいっていうのがね。あ、はい、ここで大変だったね。来てます。メールが来てます。どっちだ。あ、ラジオネーム島歌大好きさん、ありがとうございます。あ、見に来てくれてる、ありがとうございます。チョコレオの皆さん、こんにちは。こんにちは。この番組には初めてメールしました。ありがとうございます。今日のトークテーマ体育祭ですが、はい、僕の記憶だったら当時中学3年3年の頃に、はい、エーサー練習してエーサー練習して楽しみながら、はい、エーサーを演舞しました。おお、楽しむこと大事ですよね、やっぱり。そうだよね、エーサーって楽しいよね。ね、もう3年生本当に羨ましい。ダンスよりエーサーしたかったな。ず、嘘。本当、もうエーサー本当好きで、まあ、どっちでも楽しむからいいんだけど。そうだね、そうだね、楽しめばね。なんだか懐かしくなるとふと思い出しますね。おお、ではラジオ最後まで聞きます。ありがとうございます。そうだね、確かに楽しめるな、何でもね、楽しいよね、うん、お、もう一個、おチョコレオから来てるけど、誰か、ゆい先生です。ゆい先生です。番組名チョコレオ、はい、チョコレオ、チョコレオ、体育祭懐かしいな。お、そんな年ですか。そんな年ですか。そんな年、綺麗な。ゆい先生まだ若いもんね。体育祭というか小学生の時の運動会の思い出なんだけど、うんうん、お昼休みに家族と食べるお弁当が一番印象に残ってるな。もう お弁当は本当に運動会とかの、うん、命だと思ってます。命。唯一の命。一番午前中超動くじゃないですか、うん、だからもうお腹がもうすんごい空いて、今日の弁当何かなって後半ずっとそればっか考えてるっていう、ね、お腹空きすぎてもう力入んなくなるよね。そうそうそう、だからご飯食べたら復活っていうね。一番好きなおかずは唐揚げと、うん、おお、重箱にぎっしり詰められた梨。梨リンゴしか入れないんだけど。どっちでもいいよ。リンゴ派？え、梨派。梨なのにリンゴ入れてんの。唐揚げ美味しいですよね。大好きですもん。え、やっぱ弁当の定番ミートボールとか。ミートボールいいよね、うん、美味しいよね。あれ必ず入れてっていう。うちらも今日頼んだミートボール入れてよ絶対って。うち必ずトマトが入ってる。あ、プチトマト、うん、そうそう、お姉ちゃんもなぜも大好きで、うん、もうトマトどっちが食べるかっていうのをずっと競争してんのよ。そう、大好き大好き大好き。どっちが大好きなのかな。お姉ちゃんなのかトマトなのか。どっちも好きだよ、大好き。みんな好きなお弁当のおかずとか、これ食べたい力出るおかずはありましたか。うん、あるあるある、超ある。人参しりしりとか。あれ入ってるよね、超美味しい。そうなんだ、うん、うちの定番は、うん、味噌おにぎり。あ、おばあちゃんが油味噌超上手で、味噌が入ってるな。自家製ですか。そう、自家製っすよ。自家製、いいね。そう、美味しいの。そうとか、やっぱトマトだな、食べたら元気出る、うん、あれは美味しい。トマト好きなんだね。ほちゃんは、うん、あのね、最近ね、うん、アスパラ
ガスのベーコン巻きとか入れてもらって、あーわかる、あれにマヨネーズつけて食べると、あーもううまみたいな、なんかね、アスパラガスのベーコン焼きって響きだけどなんかおしゃれアスパラガスとベーコンってそれもう最高じゃんみたいな、入ってたらもらいに来て、あ、行く、 行くわ、行く、明日行く、うんうん、超探すキラは隠れとくってキラはね、うん、なんかねミートボールなんだけど、うん、中にチーズ入れたりしてるの、うん、あー嘘、ミートボールに、そう普通巻くのかなと思ったらまさかの中に入ってたわけよ、うん、お母さんが苦労したんだよ褒めてって言ったから、ありがとうそのまま何かな、素直に褒めなさいあーそっか、でもやっぱ体育祭とかって親がちゃんと心込めて作った弁当って超美味しいよね、うん、それだけでももう力になる、ね、うん、ですよね、やっぱ愛情こもってれば何でも美味しいかな、あ、来てるんじゃん、来てるんじゃん、来てるね、ツイキャス、どこまで読んだかな、おいおいおい、あ、あったあった、沖縄大好きさん、はい、2つ生でも筋肉痛した、ね、ほらね、ほらね、はいはい、もう帰宅部より先に筋肉痛しちゃダメだよそれ言われたら何も行かずに、間に合う自信がない、はい、頑張れ頑張れ、みんな待ってるよあ、おう、ゆき、体育祭か、そういやめっちゃ日焼けしたな、みんな日焼け止めが必須、女の子の敵ですよね、日焼けは、わかってます、日焼け止めちゃんとやります、忘れたら終わり終わりだねはい、じゃあここで早口言葉、はい、行ってみよう、行ってみよう、じゃあキーラから、はあ、これナズが持ちましょう、じゃあこ見えない、読めない、あ、そっか、どうすんのじゃあ、え、どうすんの、あ、じゃあどうすんの、じゃあカーゴが斜めにしてこうやればいい、オッケー、いい、はい、空気な空襲空港の究極高級航空機、噛んだ噛んだ、うん、今のはどっちです、どっち、バター先輩、はい、じゃあ、ナズナ、はい、じゃあナズからいきます、頑張れ、空気な、空気な九州空港の究極高級空港機、はい、言わなくてもわかりますね、バッター先輩、ノイノイでバチしないの、はい、じゃあ、ほちゃん、行くぜ行くぜ行くぜ、さっき、さっき、本番に弱いんだよね空虚な空虚空虚お疲れ様ですあ、さっき言ったのに、まあそうだね、ほーちゃんが本番に弱いということはしっかりわかりました、誰誰、霊翔さん、本番にも本番にも練習にも弱いね、はい、皆さんうっさい、そろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、ここでお知らせです、恋塾クラスではただいま生徒を募集中です、将来声優やアナウンサーなど声を使った仕事に就きたい人から、自分らしい声を見つけたい人、人前で喋る自信をつけたい人まで、声に興味のある人なら誰でも大歓迎、大歓迎です、イエイ、レッスンは毎週土曜日の午後1時から1時50分です、イエイ、詳しくはカルチャースクールレオで検索してください、一緒に楽しく勉強しましょう、勉強しましょう、勉強しましょう、そしてここ重要、次回の放送ですが、はい、特別番組のため時間が移動になります、そうなんです、トークでも言いましたね、はい、はい、めっちゃね強調してたね、うん、放送時間は、あ、うん、合ってる、合ってる、合ってるよ、11時30分から12時です、強調、11時30分です、はい、トークテーマはハロウィンです、ハロウィン、次回はハロウィンスペシャル、全員コスプレステージ放送しますよ、お楽しみに、イエーイ、期待、言うなそれでは来週の朝11時30分からまたお会いしましょう、この番組はカルチャースクールレオ、民宿レキオ、ダイニングコーンの提供でお送りしました、今週のお相手はナズナとカホとキラでしたまたねー